トルネ川の位置トルネ国は、スウェーデンとフィンランドの国境付近にある谷。ボスニア湾の中に流れるトルネ川にちなんで命名された。トルネ国に接している都市には、ハッパランダ、トルニオ、ユリ島にウミパジャラなどがある。これらの都市群をトルメダーレンという。川の浸食作用によって、谷は非常に大きくなっている。1809年以前は、 スウェーデンとフィンランドの両属地域だった。フィンランドがロシア帝国に侵略された時に初めてスウェーデンとの国境が引かれて分断された。ロシア侵略後も20世紀までトルネ国周辺の住民はフィンランド語を母語としているものが多かったが、その後学校教育の普及などの影響によりスウェーデン語が主流になった。トルニオ教会、教会党の戦闘は モーペルチュイラの測量の目標物の一つとして使われた。教会は1686年にマッティ・ジョーセピンポイカ HRM により混流された。1736年から1737年にかけてフランス科学アカデミーが地球の形状を測定するための測量事業を挙行した。測量遠征隊のうち一体は 赤道付近の測量を行うため、ペルーへ、もう一体は、北極圏付近の測量を行うため、トルネダニへ派遣された。トルネ国測量隊は、ピエール・イモーペル中尉が率いることとなり、スウェーデンの代表として、アンデルス・セルシウスが一体に加わった。一体は1736年6月19日に、トルニオイし、翌年の6月10日に、フランスへの帰路に立った。彼らは、 緯度一度に相当する四五千個町をおおよそ百十一キロメートルと求めた。測量した四五千個の南端はトルニオ境界の境界と北端はキッティスバーラの丘であった。四五千個町の測定の結果、モーペルチュイ一行は地球形状についてアイザック・ニュートンが予想した通り、極方向に変平した平田玉であることを証明することができた。 この時の旅程の様子を記したモーペルチュイと測量隊の一員であったレジノ・ウルティエの書物には18世紀当時のラップランドにおける自然文化についての多くの記述があり多くの旅行者を取るネダニエと誘うものとなっている小惑星キッティス・バーラはこの時の測量作業地の選定場所にちなんでその名が付けられたモーペルチュイ、PL、ラフィグアデラテール ディターミニパールレオブザベーションズデメッシュデモーペルチュイ、クレラウト、カミュ、レマニア、デールアカデミー。ロワイアルデサイエンシズ、アンドデエムエル、アベウシア、コレスポンデントデラメエムアカデミー、アカンパンズデエム、セルセウス、プロフィスルディアストロノミーエアップサル。フェットパールオルドルジュ、ロイエユ、ー、セルクルポーラ、デール、アンプリモリーロワイアル、パリハットウシア、アール、ジャーナルディ うンボヤージュエユノオール、EN1736-1737、デール、アンプリモリー・デジーン、バティスト・コイナード、パリ及び同書に掲載された挿絵。ありがとうございます。